大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き、経済アナリスト、森永拓郎さんです。はいということで、ちょっとここでもうら裏金問題をやりたいと思うんですけれども、今月の14日、はいえー、岸田総理は、ですねこの安倍派の閣僚全員を交代させたことについて、はい、所属する政策集団、これ、派閥のことですけど、うん、派閥がどこかではなくて、一人一人の意向や事情を勘案した上で判断したと。 うん、実際、政務官の大部分、まあ、安倍派の政務官の大部分は残留してもらっている、うん、な安倍派排除ではないんだというのを強調したんですけれどもどう考えても、嘘つきなんですねそれはなんでかっていうと安倍派の大臣だけじゃなくて安倍派の副大臣も全員交代させた党幹部もみんな交代させた。 政務官っていうのは、はい、まあファーストステップなんで若手なわけですよ。はい、でこれノルマの超過分をキックバックしてたんで、はい、若手はですね力がないので、うん、ノルマまでいかないわけです。だ、うん、からまあもう自爆っていうんですけど自分で買っちゃうっていうことをしてるんでそもそも法律を犯してない可能性が高いわけですね。だから、あのー、証拠がないやつは そのままにしたっていうだけのことだと私は思うんですけれどもしかもですよ例えば松野官房長官の後任は林芳正さん、はい、岸田派です、はいえー、で鈴木総務大臣の後任は松本剛明さんこれは、はい、あの麻生派、はいまあ、岸田派と、うんえー、麻生派っていうのは、うん えー、拡大宏池会とも呼ばれてて、うん、まあこの財務省寄りの政策を取る人たちの集団なんです、ね、ん仲がいい、はい、うん、えー。だから、こう身内で内閣を固めるっていう戦略を明らかに取ったわけですね、うん。なんでこんなことをしたのか？っていうのは新聞はどっこも書いてないんですけれども。私はその。 岸田総理が来年9月の自民党総裁選で自分のライバルになろうとしてる人を全部一掃した。 ライバルを叩き潰しに行ったんだろうなと私は考えています、はい、ねえ実は今年の3月11日に福島県相馬市で子供もたちとの対話集会をしたときにええ子供がなんで総理大臣になりたかったんですかって聞いて岸田総理は日本で一番権限が大きい人に、うん、おっしゃってましたね、うん、でおっしゃっ,ってました つまりですね、うん、なんか日本をこうしたいとかこういう政策を実現したいんではなくって総理大臣の椅子に座りたい人なんです。で、うん、一旦座っちゃううとどう思う、うんうん 座り心地がいいので、うん、ずっと座っていたいって思ったんじゃないか。うん、座り心地はいいですかね。でもえー、いや、私は座りたいとは思わないんですけど。<laughs> はいはい、まあ、座ったこともないんですが。まあ、もちろんね。はい <laughs> はい、ええー、いう,うも。ええ、なら、それが目的じゃないか。ええー、ただですね、この安倍派を政治資金問題で排除するっていうのは。まあ、諸派の件。 っていうんですかね。<ら>えー、これまあ政治への信任を、うん、あの緩わすわけですね。で今日出た内閣支持率のちょっと前に時事通信の世論調査が出てるんですけど、はい、ここでも内閣支持率17パーソ過去最低を大きく更新しているんですが、岸田総理はそれでも選挙をやれば勝てると思っていると思うんです。でそれは何でかっていうと、えー、この時事通信の世論調査だと。 立憲民主、まあ、野党大と、はい、えー、これ支持率四点四パーセント。なるほど。つまり、自民党のが四倍以上高いわけです。で、こういう状況を見て、まあ、笑いが止まらないのが、おそらく財務省。なんですね。これ、なんでかっていうと、うん、もう。すでに立憲民主は消費税の引き上げっていう看板を下ろしちゃったんです。はいうん、そして。 消費税引き下げだって言ってた日本維新の会と国民民主党も消費税は下げませんよっていうこの間の補正予算に賛成に回っちゃったわけですね。ということは消費税引き下げを継続して主張しているのは共産党とれいわ新選組2つと ?2 つくらいでかい声で言ってる。人数にしてみれば えー、これですねそれぞれ、えー、支持率1.9と1.5しかない、はい、は合わせて3.4、うんえー、つまり、ですね、えー、反財務省の政権ができる可能性はほぼゼロなんですよ、選挙あ山本太郎総理っていうのは誰も予想してないわけですね、はいうん、でただ、私はまだかすかな希望の光は残されてるんじゃないかなと思っているのは。はいえー 唯一、はい、来年の自民党総裁選ですでに立候補を表明したのが、うんえー、青山茂春参議院議員、はい、<は>直接本人に聞きました、はい、出るぞって言ってました、えー、で青山さんというのは、うん、102人で構成される自民党の責任ある積極財政を推進する議員連盟のメンバーなんですね。その岸田総理に恨みを持つ安倍派が乗っかっかてきて そこにこう石破さんとか菅さんのグループが乗ってくるとひっくり返せる可能性は十分あると。るで私青山さん立派だなと思ったのは、うん、あの政治献金一切受け取ってない、はい、パーティーも一切していない、うんえー、秘書もみんな普通の人10人ぐらいいるんですけど、うんえー、3人っていう税金で賄われる分だけで回している。 そういうふうにしようぜ、みんな。んできるんですよ。やってんだから。そうですね。ねそれで政策で、はいえー。意見を戦わすっていうのが正常な姿だと私は思うんですよね。え、他の政策面において、青山さんのおっしゃってることは。どうなんですか。え、安全保障は私とちょっと違うんですけど、ね。はい、でも、消費税下げるっていうのは全く一緒です、ね。安全保障。 違いまでもね昔ですね TV タックルだったかなさなまだったかな右側に座ってたんですよ青山さんが。でこっちの右翼の皆さんって言ったら青山さんが立ち上がってふざけんじゃねえぞお前俺が中道だお前が左翼だって言われて。 私もあのテリータックルでは青山さんと大喧嘩して、番組、はい、終わってからも後ろから青山さんがついてきて。<笑><笑> <laughs> 以上大竹のもっと言いたい放題でした。明日火曜日は武田佐鉄さんがいらっしゃいます。森永さんには二時の時報までお付き合いいただきます。